はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は来季補強プラン、来シーズン優勝争いや広島移籍考察ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、いや今年本当お見事な戦いっぷりを見せているサンフレッチェ広島でございます。まあ思えば今年のねオフシーズン獲得した選手というのが、まあ新卒選手とか、あとはまあレンタルバックの選手のみなんですよね。でシーズン途中に外国人選手とかのまあ補強はあったんですけども、まあベースはやっぱりね昨シーズンのもの、これがうまいこと引き継がれたのかなって感じがしておりますけれども、さあその広島今年はどう動くかっていうところの話とか、勝手に考察でございますけどね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグはこんな感じで、まあ、移籍の話とか、来シーズンに向けた考察とか振り返りとかをやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。まずこちら、まあ動画のポイントということでこんな風に出しておりますけども、まあ毎回言ってますけどね、一番言いたいのは4と5ですね。本当一番詳しいのはですけどもね、当該クラブ今回で言うと広島のサポーターの方々であるのこれ間違いないんで、まあ僕みたいな、ど素人がですけどもね、ど素人がやーやー言うておりますけど、本当ね意見とか見てみたい選手、まあお前の考えは、間違っているでも何でもいいんですけど、ね、本当とかまあ見てみたい選手、まあ今回紹介するね選手の中で、それよりもこっちの選手がいいんじゃねえかみたいな、話もどんどんコメント欄までよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。まずこちら、まずメンバーもね今シーズンのメンバーでございますけど、一応基本システムって出しております。まあ、広島の基本システムをどう取るかですよね。今年は本当さまざまな形を見せました。まあ、3-4-2-1システムもあれば2トップシステムでやっていただくのもあるんでね、そこをどういう風に表現しようか今回、悩んだんですけど、とりあえずはまあ 3-4-2-1 でやっているんで、そこはちょっとご了承くださいという話で、ございますけれどもね、っていうのがあるんで、まあ、下書いてますけれどもね、一応さまざまな形を見せている今年の広島でございますね。で不変なのは3バックでいうのは今年はまあこれ、中盤の形こそ変われと、まあ、3バックであるのは間違いないところありますけれどもね。であとまあセンターバックをどう考えるかですね。まあ、佐々木選手、荒木選手、塩谷選手、もしくは野上選手で今年は3人、まあ、4人ぐらいで結構、回してきましたが、まあ、ここの3人に、割って入るぐらいのセンターバックが欲しいかどうかですね。まあ、住吉選手とか、まあ、センターバックも数的にはいるんですけどね、枚数的にはいるんですけど、この3人に割って入るような、まあレギュラー争いができる選手を獲得する可能性も、まあゼロではないのかなというのはありますが、しかしこの3人でも十分これ鉄壁のものがあるんでね。ただまあ実力者はいるんですけども、まあ、ACL を考えるとまあもう2枚ぐらい欲しいのかな、まあ、そこはちょっとね考えようにはなってきますけどもねっていうのはやっぱりありますが、それよりも既存の選手を残せるか鍵ですよね。藤井選手とか、三田選手とかこの辺はもう人気銘柄にはなっていますし、森島選手もいつ海外に行ってもおかしくない感じが僕はまあしているんでね、まあ、この辺の若い選手ですねの、そこら辺の選手、まあ、中心選手を残すことができるかどうかというのもちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、そしてデータで見る1って書いてますけれども、これ、ちなみにデータで見る2はありません。2はあったんですけれども、あんまりも意味がないのかなと思って、今回からまあデータで見る2は出しておりません。まあデータで見るという話でございまして、これがまあチャンスビルディングポイントでございますね。で、まあ、一応だからね、前提として補強なしで、本当ここまで底上げに、成功したのは、本当お見事って感じがしますね。で、まあ、あと本当の意味のチーム力って書いてますけれどもね、やっぱりこう既存の選手を生かしつつですけれどもね、そこからまあ、底上げ図るというのは、まあ、こう監督とか、まあ、チーム全体ですよね、そこのまあ力がないと無理と僕は、思うんで、本当にこれチーム力というのが高まった今年の、広島じゃないかという感じがしておりますね。で、あとまあシュート成功率をどう考えるかですね。まあ、この中で強いて言うならば、まあ、シュート成功率が、低い、まあ、10位ということで、まあ、真ん中よりもちょっと悪い部類にはなってくるんですけれどもね、まあ、この辺はだから前線ソティリオ選手とかベンカリバー選手がいるんで、来シーズンはもっとこうぐんと上がる可能性も、ゼロではないのかな。まあ、ドーラス・ピエラ選手もね、最近また試合に絡んできているんで、まあ、センターフォワードのところですね、まあ、なんだかんだで、まあ、これシュート放つ、確率が一番高いのはじゃあゴール前のフォワードの選手にはなってくるんで、そこの、ね、シュート成功率が上がってくれば、もちろんもっと上に行ける可能性が高いチームになっていきます。まあ、チャンス構築率がリーグで2番目に高いんでね、このチャンス構築率が、高いだけでこのシュート成功率が上がってくれば、もっと勝ち点3というのが増えてくる感じがするんで、これをどう考えるか、まあ、どう考えるもクソも多分センターフォワードのところは来シーズンも、ソディウス
選手とね、ベンカリオ選手とローグラスビエラが、まあ、この3人がやっていくんじゃないかなって感じが、しますがね、まあ、あるとしても外国人の入れ替えはもしかしたら、ローグラスビエラ選手はちょっと分かりませんけどね、というのはあるんで難しいところでありますが、まあ、そこに関しては既存の、ね、今年取っているソテリウ選手とか、ね、ベンカリオ選手に、期待をした方がいいのかなという感じがしているわけでございますけどもね。はい、そして、俺的広島の補強リストって書いてますけれども、まあ、自分ならここをやっぱ補強したいとか、こういう選手が来ればいいんじゃないかなという感じがしていますが、まず右下ですね、まあ、ゴールキーパーに関して大迫選手に何かあった時ですね、まあ、移籍という意味ですけれども、怪我というよりもやっぱり大迫選手も素晴らしいゴールキーパーになってくるんで、この選手もどっか海外に行く可能性も、ゼロじゃないのかなとか思っておりますが、まあ、本当大迫選手に何かあった時、まあ、世代の近いゴールキーパーですね。もちろんセカンドゴールキーパーには林選手って素晴らしいゴールキーパーがいますしね、3番手がちょっと広島は分かんないんですけれどもね、まあ、しかし大迫選手がいて、ベテラン林選手がいるんで現状はまあいいと思うんです。現状これ大迫林体制でいいと思うんですけど、まあ、しかし何か、ね、移籍とかがあれば、まあ、串引選手、ね、群馬から串引選手とか、あと山形の大型ゴールキーパー後藤選手、この辺をちょっと見てみたいですね。まあ、J2 から、ね、ゴールキーパーの補強ってことになるかもしれませんけれども、で言うとやっぱゴールキーパー串引後藤、この辺ちょっと個人的にまた J1 で、見てみたい選手には今年やってきますよね。特に串引きの今年のパフォーマンス高いものがあるんで、群馬もっとこれ串引きじゃなかったらもっと早く降格が、決まっていてもおかしくない。今ほんと群馬が最後粘れているのはこの串引きのおかげと僕は、思っているんでね。ちなみにはちょっと串引きの活躍、今年やっぱ評判ね聞いているんでね、やっぱ J1 でもう一回見てみたいなという選手にはなってきますけどね。で、センターバックだからさっき言ったセンターバックのところですね、まあ、もちろん既存の選手で十分安定していて、まあ、J リーグでトップクラスの、3枚揃えているんですけれども、ここにやっぱ割って入る選手は、ACL のことを考えるともう1枚2枚いてもいいのかなという感じがして、一応馬場選手と、谷口選手、東京ヴェルディのコンビですけれどもね、まず馬場選手に関してはパリオリンピック世代のセンターバックの選手には、なってきます。181センチかな、そんなセンターバックとしては高くないですね。まあ、現代的なセンターバックで言えば185センチあってちょっとまあ高さがあるかなという感じの、まあ時代にはなってきているんでね、180センチ前半というのは正直センターバックでは低い部分にはなってくるんでね、もしかしたら将来的にはセンターバックじゃなくてボランチとか、サイドバックとかの方でプレーする可能性も十分あるんじゃないかなという選手がしますけど、しかし、まあ、現状センターバックとしては十分ボール運ぶこともできますしね、剥がすことはできる、それでフィード能力とか、ね、これ足元の技術も高い選手にはなってきますんで、まあ、実際ヴェルディではボランチとか、ね、サイドバックでも今年はプレーをしているんでね、中意味でもこの広島のサッカーに、合うんじゃないかなというのをちょっと見ていますけどもね。で、もう一枚谷口選手に関しても主にセンターバックの選手でございますが、まあ、サイドバックですね、左のサイドバックでも、今年はプレーをしているんで、まあ、サイドバック、センターバック兼任タイプでね、まあ、なんだかんだでセンターバックの選手って、可変してね、まあ、場合によってはどんどん高い位置を取るみたいな、チームもあるんで、まあ、広島も結構ね、こう、まあ、3バックの選手は後ろでドーンで構えるよりも結構やっぱ高い位置を取っていくみたいなチームなんで、サイドバック的なセンターバックの選手がいるとね、攻撃に厚みを持たせることができるんで、谷口選手とかもいいんじゃないかって話でございますね。で、トスからは岩崎選手ですね、まあ、サイドハーフとか、ウィングバックとかもしくはシャドウとかの選手にはなってきますけれども、やっぱ岩崎も僕もね、トスに住んでいるんでね、この岩崎のプレーというのはスタジアムで何回も、見ました。やっぱり全然1年前と違う、1年前じゃ今年の春先と比べても夏場以降のこれ代表呼ばれて以降の岩崎のプレーというのは本当迷いがなくなって、本当素晴らしい活躍を見せているんでね、それこそまあ柏選手の後継者じゃないですけれどもね、中使い方もありと思いますしね、まあ中意味で岩崎選手はちょっとね、これ、広島サッカーに合うんじゃないかって感じがしておりますよね。で、清水からは中山選手ですね、まあ、右ウィングバックとかサイドハーフとかの、選手にはなっていきますけれども、中山選手も突破力のある選手なんで、中山選手も十分これは広島サッカーに合うと思います。まあ、しかしちょっと途中でちょっと言い忘れていたんですけどね、どっかで、ね、言おうと思っていたんですけど、やっぱりお金の問題ってどうしてもあるんでね、まあ、やっぱ広島スタジアム建設中でね、やっぱそこにお金をかけないといけないというのがやっぱここ数年続いているんで、そこをどう取るかねっていうのがあるんで難しいですけれどもね、まあ本当潤沢にお金がこうバンバンあるわけではない、しかしこんだけやっぱ素晴らしい毎年ね選手を輩出したりとかね、しているチームになってくるんでね、来シーズンあたりは棚田選手だけが僕増えてくるんじゃないかとか思っているんですけどね、っていうのがあるんで、まあ、ちょっと話がそれましたけれどもね、っていうのがあるんで広島ちょっと難しさもあるんですけれども、しかしまあこれね、こういう選手が取れたら面白いんじゃないかっていう選手にはなってきますね。で、
あと大分井上選手ですね。この選手に関してはもう藤井選手2世で、ね、思ってもらったら結構です。井上選手ってどんな選手って、聞かれたら広島の、これ藤井選手って、僕はいつも言っているんですけどね、本当突破力あります。まあ藤井選手よりもダイナミックですね。本当力強さがあります、この井上選手に、関してはですけれどもね、こうテクニックで抜いていくというよりも体の強さですね、フィジカルを、押し出してどんどんこうね、どんどん選手を抜いていくとか、どんどんこれ相手にこう体ぶつけながら、クロスまで行くことができる選手にはなってくるんでね、藤井選手とは似たタイプが欲しいのであれば、井上選手は十分これ広島でもやると僕は思うんですけどね。で、甲府からね、またお前は名前を出すのかって、ことでございますけど、長谷川選手ですね。本当長谷川に関してはどこでねプレーしても面白いと思うんですけども、広島で見たいですね。これワントップツーシャドウでやるなら長谷川のねトップ下というかシャドウで、見てみたいですし、まあ、ツートップの一角としても使っても、この選手は J1 でやれるんじゃないかと思っているんで、まあ、この長谷川元樹選手は、十分ちょっと見てみたいですね。で、あとはヴェルディかセンターフォワードを取るのであれば佐藤亮がですね、最前線に一応外国人選手が3枚ね、このねサンフレッチェ広島いるんでね、ここにまあ日本人フォワードを取っていくのも、どうなんだろうみたいなところありますが、まあ、確かそんな中でもベンカリオ選手はシャドウでもプレーを、していたんでね、そこをまあどう考えるかにはよってきますけれども、しかしまあもう佐藤亮がであればこの、ね、外国人との、レギュラー争いに僕は勝てるんじゃないかって思います。その高さは180cm 前半だけど、高さはそんな中、まあ、180cm 前半なんで、この選手も現代的な選手では言うとまあそんな高さが特別あるわけじゃないんですけれども、しかしまあしっかりこれ、裏抜けですね、180cm 以上高さはあるんですけれども、こうラインブレイクがうまくてワンタッチでゴールを決めることができる選手ですし、周りを使うことがうまい選手になってくるんでね、この広島はウイングとかシャドウに得点力のある選手が多いんで、本当佐藤亮賀に関しては周りを使うこともうまいんです。まあ大卒2年目で2年連続で、J2 で2桁ゴールを決めてはいるんですけれども、周りを使うのは本当にうまい選手なんで、こう佐藤亮賀、ボール持ってねウイングの選手をうまいこと生かすとか、シャドウの選手をどんどんこれ、使っていくみたいなところも十分これ佐藤亮賀、かなと思います。まあ強いて言うのはちょっとポストプレーに何かあるぐらいかな。ポストプレーに関しては昨年よりは良くなってる感じがするんですけれども、しかしまあそんな佐藤亮賀選手でございますけどさ、僕は J1 で見てみたい、しかしそんな中であえて言うのは広島で見てみたいというのはあるんで、ちょっと期待したいところでありますけれどもね。はい、ということで言うなりますね。以上パルプンテージェルサッカーチャンネルのつつんでしょう。またチャンネル登録します。さら。